はい。どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、Visa LINEPay ド春の50%還元祭、モバイルパスモと組み合わせれば、さらに20%還元もということで、今回は久しぶりの LINEPay のキャンペーンですね。このキャンペーンは、Visa LINEPay ドを使ってる方であれば、誰でも参加することができまして、動画の後半にはお得な取り組み方も解説してますので、ぜひ最後まで楽しんでいただけならと思います。それでは、いってみましょう ということで、今回お伝えするキャンペーン、こちらですね、新生活応援、LINEPEN 春の50%還元祭ということで、なんと LINEPEN 残高50%分プレゼントされるっていうキャンペーンなんですよね。で、このキャンペーンなんですけども、本日3月の15日から始まりまして、4月の23日金曜日までのちょっと長めのキャンペーンとなっております。このキャンペーン自体はですね、Apple Pay を使ってたりとか、Google Pay が使えるユーザーの方であれば対象となってますんで、ま、基本的には誰でも参加できるかなっていう感じですかね。で、このキャンペーン自体には参加するために 条件というのがありましてまずはここにも出てる通りまぁ、あ、ちょっと前にも動画にしたようなビザラインペイプリペイドカードでオンラインでショッピングするとでそれに加えて条件にコンビニなどの id 加盟店でラインペイの Apple Pay でかざしてお支払いをするとこの条件を満たすことっていうのが必要となりますちなみに google Pay 利用されている方はですね id 決済の際に google Pay でかざして支払うということになります で、細かい内容なんですけども、今回対象のユーザーなんですが、新規のユーザーもそうですし、元々使ってる既存のユーザーの方も対象となりますんで、誰でも参加することができます。で、先ほどお伝えした条件をちょっと深掘りしていこうと思うんですけども、まずは、この Visa Line Pay ドカードこれを使ってオンラインでショッピングをしていただくっていうことが必要です。で、これに関してはちょっと僕も実践してますので、後ほど解説をします。で、次二つ目に Apple Pay に Visa Line Pay ドを設定して、実店舗、例えばこの コンビニとかで、ID ID が使えるお店でで、決済を行うとであとは同様に Google Pay であれば Google Pay を設定して実店舗で ID 決済を行うっていうことが条件となります。さらにそれに加えてですね、丸1番、丸2番のともにですね、1回あたり100円以上のお支払いをするっていうのが条件となりますんで、例えばうまい本1本を丸2番の時に購入して、その残りの差額分を1番のオンラインショッピングで使うっていうことになれば、これでは条件を満たすということにはなりませんので気をつけてください。あくまでも最 で、も100円以上を使う,っていうこととこが条件となりますで今回の還元と上限なんですけども、まあ冒頭にもお伝えしたように50%還元、そして付与される上限として1000円相当の l i n e イ a y さ高が付与されます。なので1番と2番の合計で2000円分、まあ利用することで上限に到達するということですね。で、付与される時期なんですけども、2021年の7月上旬頃ということでしたので、もうこれこそまさにしっかり忘れた頃に付与されるかなっていう感じですね。 でですね、まあちょっとしたプラスアルファの注意点なんですけども、ここですね、特典のラインページ残高には限りがあります。条件に達した場合、キャンペーン期間中でも本企画は終了することがあります。終了する場合、終了日時の14時までにホームページにてお知らせいたします。キャンペーン終了はお知らせした終了日の23時59分とします。それまでに条件を達成されていた場合、特典プレゼントの対象となりますということですので、まあ結論から言うとこれはあれですね、もう早く使っちゃいましょうということでしょうね。まあ条件 で、サクッととできるかなと思いますであと、ここもお伝えした方がいいかなと思いまして、ここですね。条件丸に。まあ、先ほどお伝えした IT 決済のところですね。Apple Pay に、VisaLinePay プリペイドカード、バーチャルカードを設定したお支払いのみが対象ということでして、そして、VisaLinePay クレジットカードを設定したお支払い対象外となりますということですので、基本的には VisaLinePay クレジットカードではなくて、VisaLinePay プリペイドカード、バーチャルカードの方で決済をしてくださいということですので、ここは間違いない。 よううにしましまょうで、それに加えて、android ユーザーのところにもですね、ここにもちゃんとキャンペーンの注意点が書いてありまして、で注意事項もですね、ちゃんと出ております。条件丸1。Google Pay のオンライン決済も対象ということ。そして、ここもちょっと気をつけた方がいいと思いまして、Visa のタッチ決済は対象外ですということですので、あくまでも Google Pay を設定して ID 決済で実店舗で決済をすることが条件となりますので、ここは気をつけた方がいいかなと思います。 でですね、このキャンペーン実際にどんな風に取り組むのが一番ベストなのかっていうところなんですけども、まあ、いろんな方法全然あると思いますので、まあ、僕の例としてお伝えをしていこうと思うんですが、まあ、例えばですね、まあ、先ほどのオンラインショッピングと ID 決済の場合、まず ID 決済の場合は、コンビニで100円分のお茶を購入します。で、早速僕もローソンで購入していきました。ジャスミン茶100円ですね。税込100円で購入ができまして、で、そのまま飲むんじゃなくて僕ホットが好きなので、普通にお鍋にジャスミン茶を入れて、ホットにして、 飲みました美味しかったです で、ここでね、もう100円分を使ってることになるんですけども、オンラインショッピングで、僕の場合、残りの差額分1900円を、アマゾンギフト券を購入しました。アマゾンはね、結構、Kindle とかを購入することが多いので、まあ、それでちょっと使うかな、ということで、今回はこちらの1900円分を購入しまして、ですけども、まあ、これはほんの一例でして、まあ、逆パターンでも全然いいと思います。アマゾンギフト券をオンラインショッピングで100円分購入して、街のお店とかで ID 決済が使えるところで1900円分使うとか、もう全然こういった方法でもいいと思います。 で、今回ですね、この Amazon ギフト券、まあ、1900円分購入したということなんですけども、まあ、どんな風にするのかということで、まずですね、オンラインショッピングする上で、事前にちょっと押さえておいた方がいいかなっていうところがありまして、それがこちらに出てるカード番号の確認方法ですね。え、l i n e p イ y リペイドってどこにカード番号あるんかなっていう風に思いまして、見ていただければと思うんですけども、まあ、僕はね、事前にもう v i s a l i n e p イ y リペイドカードに関しては設定済みでございますので、それを前提にお伝えします。まずは l i n e p イ y を開いていただいたら、ここ左 上のラインペイのところをですねタップしていただくとそしたら画面が切り替わりましてここにですねプリペイドカードとありますのでここをタップしますそしたら下からまあ2つですねプリペイドカードの種類が出てきまして今回はここのビザラインペイプリペイドカードをタップしてくださいそしたらビザラインペイプリペイドカードの画面が出てきましてここの青枠のとこですねここにカード番号そして有効期限あとセキュリティーコードっていうのが出てきますでですねちょっとこちらに関してはオンラインショッピングについてのまあ注意書きというよりかは少し 記載がありまししして、て、てクレジットカカーードド払いをを選択してカード番号や有効期限を入力してくださいで、その後ですね、カードの名義人の名前は自分の名前をローマ字で入力してください。例として、吉尾佐さとうというふうに出てると思うんですけども、それが今下に出てるような、生名のとこですね。ビザの隠蔽プリペイドカードは元々、LINE メンバーというふうに出てるんですけども、それをオンラインで使うときには、 ご自身のお名前、フルネームでローマ字で入れていただくっていうところが注意点となります。で、他にもですね、オンラインのお店によっては、本人認証サービス、いわゆる 3D セキュアが必要となるっていう場合もあるかもしれないので、その場合はですね、今出てるような順番で設定が事前に必要となりますので、ここも事前に覚えておいた方が便利かなと思います。で、僕は今回ですね、Amazon で Amazon ギフト券を購入してきまして、まずはスマートフォンのアプリの Amazon から、ここのですね、右下の3本線をタップして、 そしたら、ちょっと下に下がるとですね、ここに Amazon ト券っていうところがあります。 で、そこをタップしたらですね、Amazon ギフト券の画面に切り替わりまして、ちょっと画面を下がるとですね、ここにチャージタイプという項目があるので、ここをタップします。そして、ここの枠の中でですね、入力をすることができまして、今回の差額分である1900円分を入力をして、今すぐ購入をタップします。そしたらですね、注文確認画面が出てきまして、ここで確定をしちゃダメなんですよ。ここの支払い情報のところでですね、編集することができまして、ここのお支払い方法を追加をタップしたら、いろいろ選ぶことができる んですけども今回はクレジットカードまたはデビットカードを追加をタップしますそして入力の画面が出てくるのでこの青枠の中で先ほどね事前にお伝えしたカード番号有効期限を入力をしていただきますでお名前に関しては先ほどお伝えしたようにご自身のフルネームをローマ字で入力をしてくださいでそれができたら画面を進んでいただいてあとはこの続行をタップしたらありがとうございます注文が確定されましたということでまあ、ちょっとね反映されるまで5分ぐらいかかるということなんですけども後ほどねギフト券の残高を確保 確認したらですねバッチリ3月15日1900円分がね入ってるという感じですねバッチリ1900円となってますこれが僕なりのオンラインショッピングの使い方ですねでですねもし Apple Pay のユーザーでしたらこんな方法もありますよということで先ほどお伝えしたこの2通りオンラインショッピングと ID 決済の場合まずオンラインショッピングの場合はこれが結構お得なんですよね Apple Pay のパスも貼るとく1000円分キャッシュバックキャンペーンということで、まあ、このキャンペーン自体はね先ほどの LINE Pay のキャンペーンの下の方に このパスモのキャンペーンもついてまして ま、内容としたらめちゃくちゃシンプルで、これは新規の方限定、アップルペイのパスも初めて利用、初めて利用される方が限定となります。で、キャンペーンのページ内で事前にエントリーが必要になってますんで、それをまず行ってください。で、その後に5000円分の定期券を購入するか、もしくは5000円分をチャージすると、それを行うことで1000円分がキャッシュバックされるっていうような流れになります。このキャンペーン自体は本日の3月15から4月23までのこちらも結構長めのキャンペーンとなってますんで、 ま、同時にね、取り組むことでオンラインショッピング、かなりお得に取り組むことができるのかなというふうに思います。で、ID 決済なんですけども、これはもうど、どこでも使っていただいて大丈夫です。ですけども、こちらも結構今お得なんですよ。ローソンのキャンペーンですね。 ちょっと前にも動画にさせていただきましたけども、ローソンで Apple Pay で決済したらポンタポイントが10%分の還元を受けることができます。なのでね、まあ、オンラインショッピングは PASMO のキャンペーンでついでに使って、まあ、ID 決済で使いたいなっていう時は Apple Pay の決済で10%分のポンタをゲットすることができるっていう方法は結構効率的なのかなと思います。まあ、ちなみに僕は結構前の動画で Apple Pay のモバイル PASMO はもうすでに設定してるので、残念ながらね、対象ではないのでちょっとこれが悔しいんですけども、まだ初め の方がいらっしゃったら設定も結構サクッとできますんでついでに参加するぐらいが一番いいかなという風に思いますまあ、ですけどもこのローソンのアップルペのキャンペーンに関しては3月の19日金曜日まで出すので もし、行う際はこの動画を見て、数日間の間しか行えませんので気をつけてください。それでは本日お伝えしたことまとめです。まず、VLPP、これはビザラインペイ、プリペイドカードのことです。これをオンライン決済、もしくは実店舗で合計2000円以上利用することで50、50%分、1000円分の付与をもらうことができると。ですけども、ちょっとここには書いてないんですけども、最低でもそれぞれ100円以上使うことっていうのが条件ですので、うまい棒1本とかでクリアすることができませんので気をつけてください。で、もしですね、Apple Pay を利用されている方は、 ファイルパスーとの併用もできますので、これはかなり効率的に取り組むことができるのかなというふうに思います。 ですけども、モバイルパスモのキャンペーンに参加する方はですね、まだ Apple Pay にモバイルパスを設定されてない方がですね、条件となりますので、そこはですね、注意した上で参加をしてみてください。まあそんなこんなで今回は Visa のインペイプリペイドカードの50%還元キャンペーンについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあちょっと上限についてはね、まあちょっと少ない部分もあるかもしれないんですが、お得っちゃお得なので、もうほんとね、数分とか数時間もかからず条件クリアできるかなと思いますので、ぜひですね、サクッとクリアい やして LINE ペン残高をゲットしてみてもいいのかなという風に思いますまあ、他にもねこういった方法がありますよとかこういった方法であればお得ですよっていうことがあればですね、そちらもぜひコメント欄に書いていただければと思います今回お伝えしたキャンペーンのリンクに関しては Apple Pay Google Pay そしてモバイルパスのキャンペーンそれぞれね概要欄にリンク貼ってますんで詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました あの、去年ぐらいですかね、こちらの動画覚えてますかねまあ、ちょっとあまり再生されてないので、見られてる方がかなり少ないのかなというふうに思いまして、こちら、ペイジー決済使うとか聞きましたということで、あの、ペイジっていう、ま、支払い方法があるんですけども、それのキャンペーンについて僕はお伝えをしてました。で、ちょっと抽選のキャンペーンだったんですけども、なんとですね、この度、その抽選に当選することができまして、その時のことをちょっとツイッターでつぶやいたんですけども、年末あたりに動画にしたペイジの抽選合成、 円当たってたこれで今月も生きていけるということでまあ、ちょっと大げさな言い方をしてしまったんですけどもそうなんですよこちらページの100名様に1万円400名様に5000が当たるっていうキャンペーンを 参加してたんですけども、なんとその400名の中に入ることができたんですよね。まあ、普段ね、全然ページを使うことがなかったんですけども、このキャンペーン、そんなに参加する人が多くないのかなと思って、自宅にある請求書とか何か支払いとかをですね、ページでやってた、なんとですね、当たることができたので、かなりテンションが上がりました。もしね、僕の動画を見られてページのキャンペーン参加して、当たりましたよって方がいらっしゃいましたら、ぜひこちらもコメントいただくと、僕も嬉しいです。ということで、ありがとうございました。